はい、では行きます。さあ、ちょっとね、頑張って改造を施しました。雑魚メンバーですね。雑魚メンバーの改造、そして、あれですね。武器も、ある程度最新のものに変えました。まあ、重さのことはあるんで、ちょっと調整しながら、最新じゃないものもありますが、まあ、なんとか。次の両御飯の戦いがものすごく怖いんで、そこで詰む可能性すらあるんでね。ここがコントロールルームだ。あれ？もうないのかな？両御飯はいらないのかな？アリスは分離を解除するわよ。手伝って。そんなことができるんか？そう、トラブル発生。どうした？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  AC プログラムが作動しない。え？どうすんの？お姉ちゃん、区画を一気に分離するようプログラムが書き換えられてる。うわー、私たちが切り離しをすることを予想して罠を張っていたんだわ。罠ってたってダメだ。このままでは区画ごと崩壊してしまう。そんなバカな。もう最初から潰す気やったってことか。沈める気満々やん。分離が始まった。やべ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 。うわ、こんな感じなんや。あ、もう分離するためにあれ推進力が出てんのかな。うわ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 、結構なんか結構リアルですね。結構リアル。うわ、すげえリアル。あ、うわー、めっちゃリアル。あー、船だ。うわー、これ避難どころちゃうで。両方大丈夫かな。あー、分離した。完全に分離した。でも沈んではいないですね。沈んだわけじゃないけど、誰か応答しろ。両国どうなってるんだ。いきなり地面が崩れ始めたぞ。こりゃ避難どころじゃないぜ。やばいやばいやばい。ルカーム知られたわ。このままではこの区画がバラバラになるわよ。バラバラになるわよって、おい、どうすんだよ。何かいい手があるんだろう。ちょっと待って、今考えるわ。お前もイマジナリーナンバーやねんから何とかしろ。配管中軍だってこのまま区画が崩壊すればただでは済まないはず。配管中軍も来とるはずですからね、島には。勇者監視モニターを調べて、どこかに対艦中軍が上陸に使った船があるはずよ。分かった。あったぞ、湾岸施設だ。両方聞こえた？ああ、そこに避難すればいいんだな。ええ、でもおるやろ。でも敵がまだ残ってるわよ。了解、もう一頑張りしてみるぜ。なるほど、そいつらを倒すのか。お兄ちゃんたちも住民の避難を手伝って、私はここで分離の時間を引き延ばしてみせるわ。引き延ばしてみるわ。何じゃ。お姉ちゃん、ここは私一人でも大丈夫よ。だからお兄ちゃんと一緒に行って、人手は多い方がいいでしょ。それにお兄ちゃんだけじゃ心配だしね。分かったわ。イサオ、アリサのこと頼みます。あ、分かっている。エマ、住人のことを頼む。可能な限り被害を最小に抑えてくれ。はい、よっしゃ、行くわよ。合流すんのかな。いやー、多分舞台分けたこと考えると、両吾たちだけでやるしかないんだと思うんですけどね、どうですかね。一旦入って、結構入ったな。あんで外行く。ああ、はいはいはい。港っぽいところに行く。ああ、こっちからも一旦入って、ああ、やっぱり合流じゃない？やっぱ合流や、ほら。一緒のとこ行ってるわ。頼むぞ。エースメンバーでできれば行かせてほしい。エースメンバーで行かせてくれたら、それは、いけると思うんやけど、すごい不安。頼む。一応ね、もうやれることはやりましたけどね、本当に。やれることはやったつもりなんですけど。
ああ、またあのでかいマスにおるなあ。あれ嫌やねんな、あの船の形のやつ。どうなってるんだよ。いきなりどうしよう、沈めやがって。ああ、聞いとらへんねや、こいつらもやっぱ。まだ仲間が残ってるんだぞ。大声出すなよ。奴らに聞かれるぞ。奴らっていうのは多分ルカーブのことですね。ここも危ない。俺たちだけでも逃げようぜ。奴らはどうするんだよ。あんな練習放っておけばいいさ。もうこいつらももう逃げていけるわ。敵さんも逃げ出すつもりか。あれ、相乗りさせてもらえそうな雰囲気じゃないね。あー、エースは来てないな。やるしかないか。エースたちは来てないね。行くしかないと。はい、エンネスか貫通かですけどね。貫通で行こうか。あー、何これ、割り当て AP 足りひんのか。個人個人のレベルっていうのもあるんですね、これ。あー、なるほど、なるほどな。ちょっと回避率をじゃあ犠牲にさせていただきます。なるほどな。相当慎重にいかなあかんの、これ。ここにデカブツが1体、ミサイラー、こいつが貫通、ミサイル貫通、よしよしよし、貫通貫通、みんな貫通やな。貫通、よし、貫通当たったけど数多いな。どうする、どうやって戦おう。もう嫌やな、戦いたくないな。ここ、こっちサイドから回り込むか、もう正面この辺を頑張って倒すかですけどね。とりあえずミサイル構成で。ちょっとね、もうね、ランク気にせずゆっくり行きますわって言ったら、ラッキー、超ラッキーなことが起きた。よし、めちゃくちゃラッキーなことが起きた。こんなもん絶対仕留めなあかんわ。こいつこれ持ってきたんで、よっしゃ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 、仕留めよう。人は人に当たるようにして一歩だけ移動しますか。一歩移動しただけで使えへんなる。いやー、取りたいな。ちょっと待って、両方で倒そう。これ取れたらめっちゃでかい。よっしゃー、美味しい。あの機体は置いておこう、万が一のためにね。悩むな。いや、じっくりいきます。ちょっとここじっくりいきますわ。え、動かない、動かない、よし、動かない、よし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 。いや、もう動いてくれへんのが一番やから、じっくり行きたい。ちょっと待って、本当にね、ミスりたくないから、マジでじっくり行く。これ倒したいな。見にくいな、ここ。そう、見にくい。力でやっちゃおうか。AP が全然足りないとね。
よっしゃーマジか。うーわついてる、めちゃくちゃついてる。こんな奇跡が起こりまくるとは。よし絶対殴りに行く。倒せるかな。 75%。 嘘でしょ、嘘でしょ、なさすぎやろ。うわー、ゼロパー無理か。無理ですね。そう、せっかくの奇跡を生かせず。よしよしよし、そこそこダメージ入ったんじゃない。わあ次はいった、さすが両方。あれ意外と余裕か。まあ、ちょっとラッキーも起きてますけど。焼きやがった。強いな。こっち詰めますわ。あ、そっか、ハードブローしかないのか。詰める意味ないな。いや、詰める意味ない。オフッとな。攻めるか。どうする、どうする。 72% なんすよね。両方がどう動くかでかなり戦局が変わると思うんですよね。無茶をせん方がいい、絶対無茶をせん方がいいから。俺は食らってしまう。期待したことない。AP がAP がなさすぎて盾も構えられへん。何やねん。うわー遠いとこまで。あ、これまずいな、これまずいな。あいつ早めになんとかしないとね。両方後やな。殴りますか。なんか出た、キスクレーンニュープラス。ボディに入ってくださいね。おお、戦意喪失やった。よし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 、戦意喪失か。
じゃあほっとくか。いきます。来るね。全然見えてない。なんで今用語一歩下がったかというと、こいつ仕留めに行くためなんですよ。実はこいつに蹴りつけよう。体幹2守られてるな。強い。いやー思ったより強かった。情けね。そうね、こうか。こうか。これで東京 OK。 倒してしまおう。OK。 あとはもう大型モンスターだけですね。大型モンスターを狩るだけです。これきついな。これきつい。うわー、手が折れる、手が折れる。いやーきついな。ミサイルほぼ無尽蔵やもんね、あれ。どうすっかな。炎熱か。ミサイルが効かない。炎熱。やめて。よし。こっち狙ってくるか。いやー、なんか重い3体残してしまったね。攻撃してこない。マジかよ。カッチカチやが、これ。カッチカチや。ショットガンでいかないと。
乗り換えかな、こいつ。こいつ乗り換えようかな。まだもうちょっとやれるね。せめてこれ、この船だけでも倒してくれたらすごいでかいんですけどね。こいつ、このデカブツ、近くにさえ行けばパンチになるって性質があるんで、なんとかなりそうやぞ。よし、ただのハードブローなんで向こうがやってるんで。いいよ、いいですよ、非常に。当たるね、よく当たるね。効いてる効いてる。この作戦でいきます。おいしそう。パンチで行ったら反撃してこない作戦。うわ、動き出した、動き出したな。ガタガタうるせんだよバカ野郎。あー、もう地味ですね、ダメージが地味。ここで OK、 これ打ち切ったらもう乗り換えます、マシン乗り換えます。手段がパンチしかないんで、そのパンチがなくなっちゃったんで、あーやばいな、乗り換えるとしたらこっちかな、こいつの方がいいな、そのパンチがあるだけマジか。あーたた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 た、もったいない、アームが残ってるのな、アームすげー残ってんのにな、もったないっす。行くしかないっすよ、こっち。乗り換えたいですね、そう乗り換えたいな。嫌がらせばっかり引き上がる。あーやばい、ボディが、皆さんピンポイントにボディ入れるのうまいね。まずいぞ、これはまずい、ボディ入ったら終わる。
うわ最悪や、最悪。あーまずい、めっちゃまずい。まずいなぁ、下までたどり着けへんか。見にくい、もうここですね。一発でもボディ入った終わり。あーマジか、終わったかな。これ3体はきついぞ。いやー両方失ったのがめちゃくちゃ痛かった。最悪だ。あー絶望かなこれ。肺炎熱でどれぐらいダメージが軽減されるかにもよりますけど、いやー食らうわ、めちゃくちゃ食らう。うわーすごい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 、超上がりますけどね。ミサイルがもう全く来ないですね。あかん、あかん。誰か助けに来てくれ。最悪だ、最悪です。あー負けた、悔しい。めちゃくちゃ悔しい。シナリオロード行きます。すいません。じゃあ動画移動します。動画移動させていただきます。はい、移動お願いします。